ある男性に聞いた話なんですが、この男性が友達とある心霊スポットに行ったんですって。その心霊スポットって、ある山のてっぺんにあるハイトンネル。そこは現在、山の下に振動ができているため、その上のトンネルって使う人がほとんどいない捨てられたトンネルなんですって。で、そこは彼らが初めて行くとこで。で、場所が分からなかったんで、カーナビで場所をセットして向かったんです。 で、川の右の通りに行くと、まあそのトンネルがあるんですよ。で、その前に信号機があるんですね。その信号機の電気はまだ生きてるんですよ。で、そこに、まあ噂があって、その信号が青の時に行くと何もない。ただ、赤の時に行くと、立たるとか、呪われるとか、不幸があるって言われてるんですね。でそこついて。じゃあまあ、最初はまあ、 下見じゃないけど、とりあえず青で行くかっていうことで、青の時にバーって行ったんです、ね、でやっぱこう緊張するわけですよ。で、こう車内はこう無言にあって、ずーっと置いて、何もなかったんですよ、ね。で、あー何もなかったね、つって、じゃあ、つってこう車を引き返してきて、今度は赤の時行こう、つって、赤の瞬間にバーってアクセル踏み込んだんです。で、ドーって飛んでるんだ、これ さっっき以上にやっぱり緊張感なんですよ車内シーンと静まり返ってトンネルの中をこうずっと見てんですけど何もないんですねでトンネルを通り過ぎて「ああ何もなかったねー」って「ああ」つっ,って「まあうわさだしね」って「じゃあ帰ろうか」ってってカーナビで目的地を消去したですでそのまま車をバーッと走るせるとカーナビが反応するんです もう一度言ってください。もう一度言ってください。もう一度言ってください。それ音声認識が反応してるんです誰も車内喋ってないんですよね。もう一度言ってください。もう一度言ってください。静まり返った車内にカーナビの声だけ響く。そしてふっとカーナビをよく見ると、 刺している目的地が消去したはずのさっきのトンネルを刺してるんですって。これさ、もう一度喋れってことじゃなくて、もう一回ここに来い行けってことなんじゃねえのもう車内パニックに立って、うわーってってものすごいけで車を飛ばして、部屋について、なだれ込んでバーってドアを開けて、電気の紐をっッつけ出しよっか。全員わーって声を出してますっ お前その目どうしたんだよ彼ら全員の眼球白目の部分の出血管が出血して白目全てが全員真っ赤になっていたそうですえー、65話目赤信号という話です